ワシントン大学、ワシントン州成立以前から存在する、米国西海岸で最も古くから、ある名門大学の一つであり、米国太平洋岸北西部最大の規模を持つ。全米でも広く知られている、著名校であり、ミシガン大学、カリフォルニア大学バークレー校、ノースカロライナ大学、バージニア大学などの州立大学トップ校で、形成される、名門校グループ、 パブックアイビーの一つに数えられる。7名のノーベル賞受賞者、教授4名、卒業生3名を輩出しており、米国で教育と研究をリードする、アメリカ大学協会アソシエーション・オブ・アメリカン、ウナバーシティス62大学のメンバーである。スポーツ分野では、全米大学体育協会大会、区分太平洋地区12校に属する。 所有する土地の総面積は200万平方フィート、約560万坪町である。州内の3カ所にキャンパスを有し、最大のものはシアトルのにあり、そのたたこまに分校を有する。全体で500以上の建築物を有し、には22階建て、高さ99メートルのワシントン大学タワー、UW タワーがある。このビルはもともと保険会社のが所有する。 政府古ビルであったが、2006年に1億3、レーレレレレレドル、1ドル120円の、レートで156億円で周辺のビルやマンション、駐車施設と共に、ワシントン大学が買い取ったものである。学内には、伝統的な建築物が多く観光客も訪れる。米国有数の桜の名所でもあり、クワットと呼ばれる学内の広場には、樹齢80年以上の桜が多数見られる。 10月中旬には紅葉も美しい。学生数は2014年秋の時点で45,213人、学部生31,099人、大学院生14,114人であり、教官数5,803人、その他職員16,174人である。2014年度入学生は6,361人で、内訳は女性52%、 男性48%、入学時の平均年齢は20.8歳であった。2016年秋には43,517人が志願し、45.3%の19733人が合格、6,475人が入学した。米国の大学受験では日本よりも、はるかに多数の大学に志願し、合格した大学の中から一つを選ぶので、 合格者の中で実際に入学するものが少ないことは珍しくない。2014年度の年間予算は64億ドル、1US ドル、イコール120円のレートで約7、680億円であり、米国でも有数の潤沢な資金量を誇る。収入の中では各種助成金が、最も多く、企業等からの助成金、契約金、約14億ドル、 連邦政府助成金、約11億ドル、その他助成金、約30億ドルである。また5315件の研究助成金申請が認められた。アメリカ国立科学財団の研究助成金額では2004年から2014年において、ほぼ常に上位4大学に入っていた。学部の他に16の大学院を有し、学部では1800。 大学院では370の科目が履修可能である。毎年1万2二千名の学士、修士、博士及びその他の学位授与者を出している。136名のフルブライト小学生、35名のロード小学生、7名のマーシャル小学生、4名のゲイツ・ケンブリッジ小学生が在籍している。世界的に評価の高い医学系学群を特徴としており、 2008年の調査では、プライマリケアと看護分野が全米第一位の評価を得た。看護分野は1984年の調査開始以来、25年連続で1位となっている。2014年には467件の特許申請が行われ、そのうちの87%が認可を受けている。この中には、学生が参加した研究もある。 同州の州立大学はいくつかあるが、特にワシントン州立大学とは混同されることがある。両者は略称である UW と WSU によって区別されるが、日本においては共にワシントン大学、ワシントン州立大学、州立ワシントン大学と訳されて混乱している。なお略称の UW は UW ではなく UW と発音し、W と記載される。 大学のロゴには、ラテン語のルックスシット、光あれが記載されているが、BE バウンドラス、果てしなく、あれという標語もよく使用される。US ニュースワールドレポートによるベストグローバル・ウナバーシティス2019で、世界10位にランキングされた。1位、ハーバード大学、2位マサチューセッツ工科大学、3位、スタンフォード大学。アジア1位は、 シンガポール国立大学、全体38位。東京大学はアジア4位で、全体62位であった。タイムズハイヤーエデュケーションによる、ワールドユニバーシティランキング2019で、世界28位にランキングされた。全体1位は、オックスフォード大学。2位、ケンブリッジ大学。3位は、スタンフォード大学。アジア1位は、北京大学。全体31位。 日本1位の東京大学は全体42位であった。2018年 US News World Report によるベストグローバルウナバーシティス2018でジョンス・ホプキンス大学及びイエール大学と並んで世界10位にランキングされた。アカデミックランキングオブ・ワールドウナバーシティスで世界ランキング13位となった。ザ・ワールド・エスモスト・イノベーティブ・ウナバーシティス。 世界で最も革新的な大学100-2017で第7位に選ばれた。u s ニュース2018全米大学院ランキング医学部のプライマリケア部門で全米1位となった。アカデミックランキングオブワールド・ウナバーシティスで世界ランキング15位となった。u s ニュースワールドレポート S グローバル・ユニバーシティ・ランキングスでは 世界第11位の大学として認められている。公立大学としては、全体第3位のカリフォルニア大学バークレー校、全体第8位のカリフォルニア大学ロサンゼルス校に、ついで、世界第3位を占めた。ナショナル台湾ユニバーシティ、ランキングオブサイエンティフィックペーパーズでは科学、研究分野の業績で、世界第5位に、ランクされた。2014から2015で、 世界ランキング25位、全米ランキング18位であった。上海交通大学発表のでは2014年2015年ともに世界ランキング15位、全米ランキング13位となっている。では、世界31位であった。ホーブズ氏による学生の投資効果から見たランキング、学費などの在学中に必要な費用と卒業後の給与。 その他の収入とのコストパフォーマンスを比較したランキングでは全米4700兆の大学の中で73位であった。が発表した全米の総合大学ランキングでは11位であり、公立大学の中ではミシガン大学、7位カリフォルニア大学バークレー校、9位カリフォルニア大学ロサンゼルス校、10位に次ぐ4目にランクされている。では、 世界の主要500大学中27位であったが発表したでは世界の主要2000大学中8位となっている創立時の大学は複数の特殊化によって寄贈されたデニーズノールデニーの遠急と呼ばれたダウンタウンの土地にあり東西はホースアベニューとシックスアベニュー南北はユニオンストリートとセネカストリートで区切られた区域であった開学からしばらくは 学生がいないなどで3度の一時的休校を余儀なくされた。現在のマッカーティホールという学生寮にその名を残すという女性が科学士の学位を受けて1876年に卒業した男女合わせて最初の卒業生である。彼女の支払った学費は年間30ドルであった。徐々に運営が軌道に乗り学生数も増加し、1895年に現在地である。 ユニバーシティディストリクトに移転した。創立時の建物は1908年までにすべてが取り壊され、跡地庭が建設され、5つ星ホテルとして現在に至っている。本校であるシアトルキャンパスの他にタコマとボセルにいずれも1990年設置の文校を持つ。シアトルキャンパスは703エーカー、約86万坪の広大な敷地に200を超える。 建物があり、大学内の移動にもバスを利用する学生が多い。タコマキャンパスは、広さ四十六エーカー、二千十四年の学生数四四千百九十四人で、あり、ボセルキャンパスは四千九百六十三人である。アメリカの大規模な大学は、都心から離れた郊外にキャンパスを構えることが多いが、シアトルキャンパスは、シアトルマリナーズのホーム球場、セフコフィールドや、 観光名所である、スペースにドルなどがある、シアトル中心部から、快速バスで10分ほど、一般のバスで20分ほどの、近距離にある。また、日本との行き来に使われるシアトルタコマ、国際空港シー、タクエアポートとの間もバスで30から4分と、便利である。2008年には、ライトレール、LRT、日本では次世代型路面電車として期待されている。 交通機関のと呼ばれる、東大学のハスキースタジアム前の駅とシアトルのダウンタウンを結ぶ新線が総工費19億ルで着工され2016年開業した。シアトルキャンパス内に14、ボセルとタコマキャンパスにそれぞれ一つの図書館がある。最大のには200万冊帳の蔵書があり、閲覧コーナーの総床面積は3万、平方メートル以上である。各図書館は、 基本的に土曜、日曜も開館しており、中には24時間開いているところもある。キャンパス内には芸術関係施設も多く、著名な団体、個人を招いての公演が学内の複数の劇場で頻繁に開催される。2015年にはフランス国立リヨンオペラザ・バレエ団、ブラジルの音楽家、政治家、ジルベルト・ジル公演、日本の三海塾の公演などが行われた。 シアトルキャンパス内のハスキースタジアムでは、毎年6月に卒業式が開かれ、関係者を含めて約4万人が出席する。学士は黒いガウンと角悟及び先行に応じた色のタッセル。修士は黒いガウンと角悟及び黒いタッセルと先行に応じた色のフード。博士はパープルのガウンとゴールドのタッセルに、博士用風を身につけて式典に臨む。 この時卒業生の一部がパープルの感謝のストールを親や援助者に送る伝統がある。学生、教官その他の大学関係者は ID カードを兼ねたハスキーカードを交付される。このカードはデビットカードとしての機能も有しており、学内での飲食、買い物ランドリー、駐車代、図鑑のコピー代金などの決済に使用できる。米国の多くの大学で行われているように、 東大学でも学生による毎度月キャンパスツアーが随時実施されている。米国の大規模な大学では珍しくないが、東大学においても大学警察ザ・ユニバーシティ・オブ・ワシントン・ポリスデパートメントが存在する。東大学は西海岸の実力校12大学で構成される全米大学体育協会大会区分太平洋地区12校 NCAA ディビジョン。 アイパシフィック -12 コンファレンス、パック -12 と略称されるに属する。他の構成校は、カリフォルニア大学バークレー校、オレゴン大学、オレゴン州立大学、スタンフォード大学、ワシントン州立大学、アリゾナ大学、アリゾナ州立大学、カリフォルニア大学、ロサンゼル校、コロラド大学ボルダー校、南カリフォルニア大学、ユタ大学の11校である。 主な競技としては、男子が野球、バスケットボールクロスカントリーフットボールゴルフボート、サッカーテニス、陸上競技、女子がバスケットボールクロスカントリーゴルフ、ミサオ、ビーチバレー、砂バレーサンドバレーボールと呼ばれるサッカーソフトボール、テニス、陸上競技、バレーボールボートである。キャンパス内には72、500人を収容可能なホームスタジアムがある。 このフットボールスタジアムは2011年に2億8000万ドル、1ドル、イコール120円で336億円をかけて、回収された。NFL のシアトルシーホークスが、キングドームに代わるセンチュリーリンクフィールド完成までの間、ホームスタジアムとして曲がりしていたこともある。50ドルから100ドルでシーズンチケットを購入できる。バスケットボールのホームとして1万人収容の、 バンクオブ、アメリカアリーナ、野球場として、ハスキーボールパークがある。女子バレーボール部は、全米でも指折りの強豪で、2005年の全米トーナメントでは、優勝を果たした。2014年の NCAA ウィメンズバレーボールルパイでは、ランキング4位、2016年は6位であった。バスケットボール部は、NBA 選手で、NBA オールスタースラムダンクコンテスト、3回、 優勝したネート・ロビンソンや同じく NBA のポートランド・トレイル・ブレイザーズで活躍したブランドン・イート・ロビンズ・ブレントを排出したことで知られる。2015年7月5日にロンドンのテムズ川で開催されたヘンリー・ロイヤル・レガッタで男子想定チームは男子コックスフォア種目のアルバート・王子チャレンジカップにおいてイエール大学チーム決勝で下し優勝した。 同大会への参加は13回目であり過去7つの賞を獲得しているが、この種目での優勝は初めてである。東大学のスポーツチームは、ハリーという名前を持つハスキー犬をマスコットとしていることからハスキーズと呼ばれる。マスコットのハスキー犬が実在し、運が良ければ、キャンパス内を一人で散歩する姿を見ることができる。各、スポーツチームのユニフォームは、 スクールカラーであるパープルとゴールドを基調とし、ワシントン、ワシントンや W の文字とともにハスキーズ、ハスキースと記されているものも多い。米国には、ワシントンの名を含む名称の大学が少なくない。ワシントンステートユニバーシティ、ワシントンシュープルマンザ、ジョージ・ワシントン・ユニバーシティ、ワシントン・ DC、ワシントン・ユニバーシティ・インショートトン、類。 ミズーリ州セントルイスワシントンカレッジ、メリーランド州チェスタータウンウェイジントンジェファーソンカレッジ、ペンシルベニア州シントンワシントンリー・ユニバーシティ、バージニア州レキシントンなどがあり、これら大学との混同に注意が必要である。各界の著名人がキャンパスを訪れることも多く、ビル・ゲイツ・ジミー・カーター・ダライラマ14世などがゲストスピーカーとして招かれている。 2008年の第133回卒業式には、クイーンシー・ジョーンズが招かれ、卒業生を激励するとともに、本人も4万人の出席者の前で名誉学位を授与された。2015年6月13日に開かれた第140回卒業式で祝辞を述べたは1969年の同大学卒業生である。1988年に、 同大学環境学部長、1992年には同州初の女性検事総長となり、さらに2005年から2013年までワシントン州知事の席にあった。本大学の医学及びゲノム科学教授であるメアリ、クレアキングメアリー・クレアキングが2015年のアメリカ国家科学賞を9名の受賞者の一人として受けることが決定した。キング教授は、 難易遺伝子研究における国際的リーダーであり、遺伝型乳がんに関するブリカ一遺伝子を発見した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。